佐々木高綱は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将である。大御国の佐々木将を地盤とする佐々木氏の同領である、佐々木秀吉の四男。母親を通じて、源の頼朝、源義経、源義那からはいとこにあたる。平家物語や源平盛水期にその活躍が描かれ、宇治川の戦いにおける梶原影末との先人争いで知られる。 歌舞伎の鎌倉三大壱にも登場し、非常に人気のある武士である、英略元年出生。平治の乱の後、父や兄が投下する際には、幼少のため同行はせず、慶吉田のおばの下で育ったとされる。自称四年に、源頼朝が、伊豆国で、平氏打倒の兵を挙げると、兄弟の定綱、常高、森綱と共に、それに加わって、山木兼高を打つ。 石橋さんの戦いでは杉山に奮戦して、頼朝の気球を救った。元略元年正月の基礎吉中追悼では、源義経の陣に従い、宇治川の戦いでは、頼朝に与えられた、名馬、池月池月にまたがって、梶原影末と先陣を争い、はじめは遅れを取るが、影末に馬の腹帯が緩んでいるので、締め直すように進めて行わせ、 その間に先人を切る。高津の館は、今の神奈川県横浜市港北区、鳥山町にある、鳥山八幡宮付近にあったとされ、その合場、池月は、そのすぐ近くの馬頭観音堂にて今も祀られている。文治元年に、左衛門の城、ついで文治二年には、長と、美前の守護へと任ぜられる。また秋、須を稲葉、後期、出雲、日向などに、 温床地を配慮している。東大寺再建にあたり、材木の調達を奉行して、頼朝から染ま出しの功を称された。研究6年に家徳を、この主月名に譲って、高野山大飛混合院に出家し、西イルと合した。諸国を巡回したと伝えられ、各地には高綱を由緒とする寺社や宝物が多く、残る。県民三年十月、延暦児童修奏場の時、 高野山から下って、相上鎮圧に赴くあり、常高、森綱に兵略を説く。この時、着手しげ綱が、産地戦に妻子体に合わない、重厚な鎧をまとって出陣したことから、その死を予言して当てたと伝えられる。その後、憲法を2年11月、品濃国畜馬軍で死去。なお、乃木大将辞席の乃木家経図では憲法を4年としている。 宇治川先人総図川底の太綱を切り払いながら進む高綱。現在、長野県松本市大手にある新州大屋派、大宝山泉州院正幸寺と松本市島立、南栗にある浄土新州本願寺派大宝山高、綱井正幸寺は、新蘭聖人の弟子である、両里市商人となった高綱が混流したと伝えられており、近くには、 釈良里市商人上級3年10月25日弱、佐々木志郎高綱と書かれた、墓姫を持つ、高綱のものと推定される墓がある。また地元民は、高綱の名にちなみ、この一帯を、高綱原と呼んでおり、私立高綱中学校も存在する。なお、乃木大将寺席の方では、正幸寺住職になったのは、高綱の子、名前としている。 このほか島根県松江市浜の木にある自衆善光寺も、佐々木高綱による回帰と伝わっており、高綱が背負ってきたという銅像阿弥陀如来立像が安置されているほか、境内には高綱のものという墓が存在し、高綱の縁故により、松江を称した野木玄介の遺発等もある。着難の太郎重綱は、比叡山道州追悼において戦死。 乃木大将寺席の乃木家系図では、し綱なは19歳で、戦士としている。尊卑文脈や滋賀県大見八万さ、佐、さき神社の佐々木氏系図によれば、次男、次郎左衛門の上、光綱は、出雲国乃木に住し、乃木氏の祖となったとされるが、出雲で没したとする地元の伝承とも、調和的である。光綱は叔父である、大木も義よの勇士となり、子孫は、 出雲佐々木氏の一門として、出雲国内に分布された。出雲佐々木氏の宗家である縁屋氏の滅亡後は、守護として入部した山梨や京極氏の悲観として、西日本各地に分散していった。江戸時代に、毛利氏に仕えた、野木伝え案は、この高綱流、野木氏の末裔を称し、一族からは、玉木文之氏や明治の軍人、野木マレスが出た。特にマレス家は、 祖先尊数の念が極めて強く、高綱ほか、佐々木、乃木一族の検証に努めたため、各地に記念碑や逸話が残っている。しかしながら、他に著名な一族はほとんど出せなかったため、マレス家の系統以外についての詳細は知られていない。また、大見国坂田軍大野木城に従して、大野木氏、大谷義氏を改正した子孫も存在する。尊卑文脈などには、 高綱の男子として、高重の名も見えるが、乃木大正辞席の系図では高重を、大野騎士としている。なお、柳川藩氏の大谷騎士系図では、高綱の次男を、次郎左衛門高行とし、その子孫が、大野騎士、後に、大谷騎士と改正したとし、子孫は、柳川藩や高松藩士になったとする。また、県令門院の亡き後の大原若光院院主は、 高綱の娘が勤めたと伝わる。ありがとうございます。